ちょっと声が聞こえないです。まさまさ、喉大事にしすぎ。喉大事にしすぎ。皆さんこんにちは、井上正弘です。マイクの性能に頼ります。マジで朝から一言も喋りたくない。今日ジサリスのエンディングテーマのレコーディングがあります。まあ、歌ってくれる人たちが今日スタジオに来て、まあ、順々にこう歌っていく、まあ、4曲あるんですけど、まあ、僕も歌うことになりまして、ずっと聴いてたんですけど、これね、どんだけ高いのこれ、やばい、むずすぎ、ちょっとやばすぎということで、朝から声出せないなと思って、まあ、とりあえずエンディング収録行ってきます。激ムズすぎて、わかる。よく歌えるなと思ったもんね。どうすんだろうと思って、だからちょっと技術の力に、おんぶに抱っこでいこうかなと。そんなことを公言しちゃっていいんですか。全然歌手じゃないし。でもね、いじったからといって、全部が上手くなるわけじゃないじゃないですか。まあね、そのこういう収録をしないと、そのいじってもどうしようもないみたいな状態があるんで、その素材力を高める収録の仕方っていうのがやっぱあるんですよ。じゃあそれをね、意識してやりたいなと。まあ、ちゃんと編集ポイントをね、そう意識してね。そうなんです。このおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フラクタルの双葉リーナと佐久間咲です。はい、よろしくお願いします。ゆうへいサテライトのスロアとシーマです。あ、よろしくお願いします。じゃあちょっと頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとなんか女性ばっかで居場所ないからこの辺にいよう。ゆうへいサテライトが新生ゆうへいサテライトになってましたね。結構いろいろあったそうで、この新鮮になって一発目、ちょっと楽しみですね。どうでした？あ、順調です。皆さんお上手で。順調でした。順調です、順調です。なんか僕が思ってる以上にこうなんかいいニュアンスをつけていただいて。おお、これ期待ですね。うまく、ね、うまく編集できそうですか。編集しなくてもいいぐらい、まあ、そのまま出しても。全く編集しないでいきますか。全く編集しないで。普通ですか。なんかあの今日レコーディング終えてどうでしたか。すごい、あの急に辛くなるじゃん。あ、コメントって言われちゃうとちょっと。いや別に普通にどうでした。いやでもそう歌いやすくディレクションしてくださって、で生き生き歌うことができたので、すごくあの楽しい雰囲気を出せたんじゃないかなと個人的に思いますけど、どうですか。同じく。なんかあるっしょ。歌ってる時いっぱいワードとか感情出てくるのにコメントになると急に出てこないです。いやでもなんかすごい歌詞も曲調もめっちゃ好きで、もうこれがもう実際にこう流れるのが楽しみすぎて、めっちゃ楽しみです。早く出来上がりが待ち遠しい。お願いします。あ、はい、頑張ります。何飲んでるんですか。あ、これはあのなんかエナジージムってちょっとよくわかんないやつです。なんか初めて飲みました。こんなのあったっけみたいな。なるほど。パワーをつけたいと、炭酸が欲しかったみたいな。そうです。頑張ったんで。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日どうでした。お疲れ様でした。いやなんかレコーディングの
本当1時間半ぐらい前に起きて、うん、声出るか心配だったんですよ。もう割と結構さっき起きたみたいな感じ。そうですね、寝起きです。寝起きから声出るもんなんですね。ちょっとどうかなって思ったんですけど、まあ楽しみですね、完成が。なんか指示がものすごくいいので、うん、なんか自分のなんか歌い方とか出せたかな。おお、よかったです。すごい爽やかな曲なので、うんうん、ぜひ皆さんにも聴いて覚えていただければなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこれから僕の方のやつちょっと撮らさせていただきます。はい、曲どうでした？クソ難しそうなんで、はい、当日相談しようかなっていうふうに思いながら来ました。だからまあレコーディングだからなんとかなるかなっていうのはあるかもしれないですけど、 XJAPAN みたいな高さしてる、はいはい、存在証明わかる世界。はい、ではいきます、お願いします。激しさみたいなのもっと欲しいかな。はい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 、正直ですけど、はい、僕気になったところが、はい、優しさも弱さも全部捨てたとなくした100分の1、はい、ここのワードが、はい、なんかもうちょい感情込めた方がいいのかなっていう。うーん、そうだね、なんかこうメリハリ感が出るとそうですよね、良さそうな気がしますね。じゃあちょっとなんか激しいバージョンみたいなので、あ、そうですね、撮ってみますか。パートかなんか、はい、はい、OK です。あと、そうそう、おおむね取り終わりましたね。OK です。はい、ありがとうございます。いやでもなんかでも歌ってて気持ちいい音域だったんで、ちょっと石井さん楽しく作ってくれてるだろうなってちょっと思いました。結構やりたいようにやってました。ちょっと。はい、嬉しかったです。だから逆に次は大村さんの番です。次は大村さんの番です。ラリューさんの仮歌、ちょっと頑張ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。仮歌取れました？仮歌取れましたよ。どうですか？もう多分ガリューさんもスッとねレコーディング終わってくれるんじゃないかなと。いや、バラードなんだけど、うん、めっちゃね軽い使いましたね。石井さんのリアクションがですね、かゆいところに手が届くというか、はい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 、まあそこ言われるよなみたいなところとかあ、確かにそうしたらグッといいなみたいな、はいはいはい、いいところを褒めていただいて、いや本当にね、またいい感じにね褒めていただけるから、はい、その気になってね頑張っちゃうよみたいな、うん、まあ、でもこれで今日のエンディングテーマ、うん、一応4曲全部、まあ、全部収録できたということで、はい、まあ、ここからそのちょっとブラッシュアップをして、うん、で本編に向けてシーズン2のエンディングテーマとして、まあ、流れていくということで、そうですね、まあ、お楽しみにしていただけたらなと思います。終わります